はい、はい、というわけで皆さん、皆さんどうどう、はい、まあ、特にねないです。特にない、特にないです。もう今、はい、おわ、汚ねえな、汚ねえなっていうか、まあ、お前のところは汚ねえがいつもこんな感じかな、こんな感じで、はい、まあ、業務が終わって、今日は何日ですかね、 22? そうですね、22。昨日、新橋の物件、物件はもう審査通ってたんですけど、保険会社だっけ、契約を、昨日21日済ませまして、これで新橋は俺の街と、はい、まあ、ツイッターで売ったんですけど、新橋は俺の街、まあ、暴れまくりますと、第2章で、まあ、年末もしかしたらマックス君と動画撮るかもしれないんですけど、まあ、その時にね、いろいろ何をやるかどうするかっていうのを、まあ、報告できる段階で、まあ、なんかなるべく形にする前にあんまり言いたくなかったんで、で実際今回の物件も、結構有名な SL 口だよね、あれね、 SL、船橋じゃねえや、何だっけ、新橋のよく街角インタビューとか言ってるところので、あそこの目の前に交番の目の前にニュー新橋ビル、有名な今、PCR 検査とかも入ってるような建物なんですけど、これがちょっとよくよく裏で調べると、2022年だっけ、22年に、ま、取り壊しの計画が立ってたみたいで、ま、それがよくよく話を聞きに行って、ま、話はしたんですけど、まあ、なんて言うんだろう、あれ、開拓じゃねえ、都市開発のあれで、ま、いろいろビルを建て直していこうと。で、そうした場合、契約上に、まあ、立ち退きとか、そういったものは速やかに聞いて、言うこと聞いてくださいねって契約の方に書かれてたので、ちょっと待ってくれと。入って2年で、まあ、今から数えるともう1年ちょいだよね。1年もないぐらいのあれで、で、しかもやっぱ最初にかかってるお金がすごいんで、減価償却とか、やっぱ5年ぐらいのあれを見て飲食店って考えるんですよ、普通は。まあ、それをね、やっぱ1年とか2年じゃもう絶対無理なんで、でそういった部分でちょっといろいろ壁があったんですけど、まあ約束はできないけど、そのまあ実際その資料を見せてもらって、でまあ実際こんだけのことを進めるには、まあ、5、6年はかかりますと、まあ文章ではちょっと約束はできないんですけど、まあそのぐらいかかって、もしそれよりも早ければそこに、ね、在籍しているお店とかのゆくゆくアフターケアとかっていうのも、まあ、全部が全部じゃないですけど、まあ、いろいろ考えてもらえるっていう話の中で、ちょっとまあとりあえずどうなるか分かんないですけど、まあ、一度決めたんで、とりあえず動かないと先に進めないなということで、で暴れまくろうということでね、なので新橋は俺の街です。なんか言おうとしてた、さっき。そうですね、あと、まあ、引き続き、高田の馬場、表裏高田の馬場店では、まあ、今日もツイッター上げたんですけど、その新宿区の、なんだっけ、新宿区福祉、なんちゃら協議会っていうなんかチームみたいのが、自治体あれみたいのがあって、でそこでまあこういったね、取り組んでるお店とかをいろいろ紹介してくれるっていうあれで、ホームページに掲載されたので、もしよかったら僕のツイッターの方で多分見えると思うんで、見てもらえればと思います。
で、まあ、子供ラーメン、順調に今年でも600いっちゃうんじゃない ?500 でいいかなと思ったんだけど、いっちゃう、行くみたいですね。まあちょっとコロナがどん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 またひどくなるし、まあいろいろ皆さんもやっぱね怖いとは思います。俺も怖いんだよね。まあ、なので一人一人がちょっと気をつけて、まあね、どこ出かけたりとか、あの外食したりもいいと思うんですけど、まあ個人個人は意識の問題だと思うんで、まあそれを踏まえた上でね、皆さん行動していただければいいんじゃないでしょうか。あと何かあったっけな。まあ、とりあえず新橋が通って契約を終えて、あとですね、まああのこれからどん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 僕の方ではね、進めて、こいつここに置き去りにして、置き去りにして、まあ頑張ってもらってね、まあ自分のお城のように立てていってくれれば、ね、頑張れば頑張っただけ、僕も風俗に行けると、はい、はい、今の時期はちょっと行けないので、それをいっぱい貯めといて、高級な、はい、高級なとこに行こうかなと。まあ2代目気づくとか言ってますけど、実際ここが僕がまた新橋からまた違うところを段階ポンポンポンって行った時に、まあ会社としてね、平均を見てプラマイゼロだったら潰します。そうだろう、そうだろう、普通に考えて、皆さんね、この不景気だからコロナだからって、大手会社がどん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 30店舗潰しましたとかありますけど、あれは別に厳しくて潰してるわけじゃなくて、まあ、形状ね、無駄なものは切っていかないとね。やっぱリモートでね、今まで日本人ってあれだけど、リモートで住むものはリモートで、まあ、今までの会社の事務所の経費とかねかからないんだけど、全然仕事は進みます。まあ、それと同じで、まあ、プラマイゼロのお店をずっと持っといても、誰のプラスにもならないので、まあ、子供ラーメン、まあ、違うね、子供なんちゃら違うものでも作れるけど、まあ、そういうのはどんどん増やしていく代わりに、頑張ってもらわないと、ね、潰れます。潰します。潰します。子供ラーメンだけ配ってくれるんだよね。屋台でかって、屋台でかって。ここ届けて出してますけど。警察に一回一日一日届けて出して、あとは、あと何でしょうね。まあ、これからはマイアンチャンネル。いや、いいよ、誰も期待しない。アニチャンネルも誰も期待しない。まあ、そんな感じで、これからも突き進もうかなと思っている次第でございます。まあ、また、Twitter の方も今、新しいお店のやつは作って、インスタとか、まだ全然動かしてないんですけど、一つ一つ準備が整ってきたら、皆さんにフォローしていただきたいなと、まあ、それはお知らせいたします。で、あとこのチャンネルでは、まあ、ちょいちょいこんな感じで、また違う新店舗の方とかでも、まだ工事はこれからなんですけど、来年入ってからかな、内装はスケルトンなんで、もう何もない状態で、もうお金高いんですよ。高いんですよ、もう。それで1年ちょっとで壊されるってなったらね、それも何もしてもらえませんってなったら、もう何もできないんで、まあそんな感じでちょっと、作り上げていく過程っていうのも、取れれば、まあ興味のある方には、見ていただければと思います。
とそんな感じで、そんな感じですそれではまた、ごきげんよう。